計されてるぞ。ストップ22です。大きな宮田。アクション名古屋にお集まりの皆さん、こんにちは。私たちはアクション名古屋といいまして、この反 TPP ですね、に賛同してくれる仲間たちと一緒に、個人の集まりとしてやっています。でこれからですね、2時から、この会場を出まして、石通りをずっと西へ向かって、軽く出してみると、ラッシュのあたりです。隣接大通りのあたりをちょっと南に下って、また帰ってくるという単純なコースなんですけれども、これからデモをしていきたいと思います。また2時まで時間がありますので、チラシ等を配られる方ですね、あいにくの天気なんですけれども、今のうちにやっちゃってください。そして今、小学世代の小島哲也、小学世代ユニオンの小島哲也氏から、告知がありましたように、朝から一生懸命作ってこの TPP ちゃん、TP しかできてないんですけれども、ぜひとも中に入りたいという方は募集中です。で私も入りたいぐらいですが、本日はちょっと、2社ということでできませんので、ぜひとも入ってくれてくださる方、募集中です。誰かがここに入ることによって、TPP 撃退できるかもしれません。ぜひともお願いいたします。じゃあ皆さん今日も頑張っていきましょう。皆さん お集まりの皆さん本当にありがとうございます。前回に引き続き今回も、ストップ TPP デモというのを企画しておりまして、午前中は暑いぐらいに晴れていたんですが、今日はこの通り雨が降り始めてしまいました。それでもデモ皆さん傘差してでも来られたので、一人でもやろうって人がいるのは必ずデモ実施します。ただ私の後ろにあります TPP ロボ TPP ですね、これは実は木の骨組みに段ボールの外壁でございまして、雨が降ってくると溶けてくるんじゃないかという話があって微妙なものであります。ただそれでも、いや俺も中に入ってやるんだという人がいれば、警察なんていうか分かりませんけどやります、やります。ですからそれはこの、希望の人がいればぜひ申し出てください。ただスタッフ非常になんか3人4人ぐらいしかスタッフいなくてですね、それぞれやることがあってですね、スタッフあんまり入れない。だから入られる方が言っていただければ、なんかデモの途中で歩けなかったらどうしようとか、いろいろ不安はあるんですが、入る方がいればぜひこれ入っていただければと思っております。あとこれを制作した小島哲也さんはですね、なんかこの TPP ちゃんはですね、なんかその完成して日本のみんなが TPP は阻止しようって思いを結集するとなんか TPP は阻止できるとか、そういうよくわからない設定をさっき言っていたので、TPP ちゃんこれが入ってですね、今は2つしかないですけど、次回6月22日にまたこのデモを企画しておりますから、その時にはきっと3体全部揃うんじゃないかと思っているので、それでちゃんと歩くとですね、なんか TPP が阻止できるといいなとは思っております。はい、またストーマンでやるのかと、今朝実は彼は8時ぐらいからこの会場に行ってですね、ずっと組み立てたんですよ。ただなんかね、設計ミスってありまして、致命的なミスがあってですね、全然組み上がらないですね。前回も同じことをしていたんですけど、前回は1体も完成しませんが、今回1体完成して、ちょっとミスボラスが前よりミスボラスなんですけど、強度は増しているので歩くのはできるんじゃないかなと思うんですけど、なんていうかな、自分は正直あんまり入りたくないので、ね、あんまり少ないんですけど、はい、ただ一緒に歩きたい人はぜひ入らなくてもぜひ歩いていただきたいなと思います。で、出発が 2時からということになってますが、まだ若干ね、時間がかかりますので、まだまだ人これから来ますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。雨なんでね、傘とかレインコートとかお持ちの方はぜひ用意していただきたいなと思うのと同時にですね、まだちょっと若干ずらーっとね、もし変わる方がいたらですね、実はそこの交差点、すぐそこの大きな交差点ですけど、ここから見て右側に曲がったところに実は100円ショップありましてね、なんかそういうなんかタオルなりレインコートなり多分売ってると思うので、すぐそこなんですよ。内側見てるヘッドなんですけど、それぐらいの時間はまだ有意義にあると思うので、必要な方は行かれてはどうかなと思います。はい、よろしくお願いします。TPP なんですけども、なかなかその実はこの私たちですね、前回3月17日に TPP のデモを企画してからですね、ちょっと間があって今日まであったわけですけども、路上ミーティングというのをここ、今週と先週とやらせていただきまして、神奈川駅の南口ですね、結構人が多くて、でなんか物を売ったり、ね、音楽やったりしてる人が、一体近い、ハウル、ちょっと離れて、そういうところなんですけど、そこで路上ミーティングというのをここ2回ほどやらせていただきまして、金曜日なんですけども、大変なんか通行人の人の反応がいいというのがありましてね、アンケートとかしてもらって、実は一番多いのは毎回、よくわからない、やっぱり賛成、反対、よくわからないって選択があって、よくわからないって人が一番多いんですね。つまり、これ
は何を意味しているかというとですね、TPP が何かも分からないまま実は参加しようという議論が勝手に進んでいると、議論ですらないんですよね、勝手に手続きが進んでいるということを意味しているんじゃないかなと思います。ですからその TPP、まあ、最初はよく分からないなんとなく賛成みたいな人も、まあ、結構いたんですけど、いや TPP 実はこういう話だって聞くと、いやそれ知らなかったですよと、そのこと本当なんですかみたいなことを言う人が結構いるんですね。ですから TPP のことをどんどん告知していく、みんなに知らせていくってことが今後大事な、一番大事なのはそこなんじゃないのかなと。で TPP の実態を、なんていうか、こういうことがある、こういうことがあるって一通り軽く分かっただけでも賛成する人ってあんまりいないんじゃないかなと自分は思っています。推進の人たちっていうのはなんかね、具体的なメリットはあまり言ってないので、自分も頑張ってメリット考えてみたんですけど、多分牛丼はね、何十円か安くなると思うんですけど、それくらいなんじゃないかなと。まあ、米と牛肉は自由化って、でもね、実はね、調べてみると分かるんですけど、牛肉って意外と自由化されてるじゃないですか、前に比べたら米もね。だからその、意外とメリットないんですよね、ね。で、なんか、日本の農業は、実は、路上ミーティングやっててもね、参加者の中には日本の農業は保護されすぎてるから、ちょっとね、なんか、カット入れなきゃいけないって、農業でもなんでもない人が言ったりするわけですけど、ただその、農家の人、知り合いにいるとすぐ分かるんですけど、今農家の人やっていけないぐらい大変なんですよね。補助金も実はほとんどなくてですね、大抵兼業なんですよ。家族の誰かがサラリーマンやってて、兼業でなんか土日とか使って幅なんかコンバイン動かしてみたいな人じゃないとやっていけない状態になっているんですね。つまり日本の農業っていうのはすでにもう保護されてない状態になってます。っていうことがわからないんですね、皆さん。 で実はそうなんじゃないですかって話すると、みんなあれそうだったのかと。じゃあその言われているですね、農家は保護されすぎだから、なんか自由化して競争させなきゃいけないっていうのは実は幻なんじゃないかと、ってことも分かっていくんじゃないかなと思います。最近そのちょっと話ずれますけど、生活保護のね、加減問題とかでもなんか甘えてるだとか、なんかそういう競争しようみたいな話が出てくるんですけど、同じ構造があるような気が自分していてですね、農家の実態も知らない人が農家甘えてるんだと、であいつらなんか補助金とかでうまくやってるから、だから削減しなきゃいけない、なんかこれなんか自分の分は損してる気がするからあいつから取れみたいな話で、そんなこと言うことじゃないんじゃないかなとは思っているので、実際もっと TPP のことは広めていく必要があるかなという実感は思ってます。で、TPP のチャブ台ミーティングは金曜日、ついこの前ですね。昨日だっけ？おとついの金曜日とその先週の金曜日やったんです。10と17やらせてもらいまして、で来週の24日は自分たちなんか金山でやる余裕がないので、苗場周一というのを実は堀川沿いでやってて、そこにたまたま大学が毎月あるので。そこでちょっとやろうかなと思ってます。まあ便乗企画なのでそこまで本格的にならないですけど、もし路上ミーティング噛みたい、ちゃぶ台やりたいって人いたら来ていただければいいかなと思います。はい。で、あまりも強くなってきたので、小島君に今マイクを持ってるけど、前もカメラ見てます。杉浦君いる？雨だんだんきつくなってまいりましたけども、はい、はい、まだ早くない？はい、雨ですけども、ここに人は減る気配はなくですね、傘をさして皆さん集まってきてくれてます。楽しい限りです。皆さんみたいにね、熱心な人とかきっと TPP も卒できるといいなと思います。できなかったらどうなのかなとは思って、ただその TPP ちょっと調べてみると、入って直後に何か変化が起きるって見逃さないのかなという気がしています。例えば米が、ね、10年ぐらいは10年以内に通過するんだろうと思ってますので、実際的にこんなことやっとるのっていうのは出てくるのは5年10年先なのかなという気がするんですが、まあ、ご存知、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、ダチェット情報とかいろいろあってですね、 TPP 入ると抜けられない機能があるので、なかなかいやこんなんダメじゃないですかって言ってももう無理っていうのが、まあ、5年後、まあ、3年後かもしれませんけども、まあ、そういう状況になってるんじゃないかなという気がしてるんで、今ちょっと見ないとなとは思います。はい。いいだと思います。杉浦、少し喋れ。小島君切るの？あ、Tちゃんじゃない？ Tちゃんね。どっちでもいいけど切るの？本当？ってことはこれ切っていくってことですね。本気？
開口に載せるのに、まあ、ちょっと友人として一遍だけ止めとくよ。その上にキャラを通すための手袋、ああなるほど、出てくる手がなんていうのキャラっぽくなるように、そこまで考えてるんだよ、すごいやる気満々じゃん。あ、だ誰か着せろって、本当に着ろ、本当取れる。でもなんかね、前回デモやるときになんか出発のところで右翼の人がなんか噴火流してなんかやってましたけど、個人的にはあれは応援されてるって勝手に理解してたんですけど、どうなんですかね、なんかね、右翼の人もね、まあ、国を応援するんだったらぜひこの国を守るために TPP 反対してほしいなと思ってるからね、あのぜひその日本の農業を守ってですね、あの日本農耕民族、本当に農耕民族かと個人的には思いますけど、でも稲作大事じゃん、ね、TPP 入ると稲作がなんかどんどん減少して壊滅してしまってですね、皆さんのご家庭に年に一遍かたしめ縄もなんか中国産のとかアメリカ産の稲で作ることになったら魅力的には恥ずかしいんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、どうなんでしょうか、ね、ぜひその辺のこともね、はい、じゃあ前回に引き続きアノニマス先生が会場に来てくださいますので一言ぜひお願いします。お願いします。アノニマスさん、さっきなんかゴミ拾いをホコテなんかしながら来て今日ゴミだったんですよ。言ったんやったね。皆さんこんにちは、今日参加してくれてありがとうございます。みんなは私よりうまく説明できると思うから短くするんだけど、まあもちろんアノニマスは世界的な抗議団体ですが、まあ TPP は日本だけの問題ではなく世界の問題だと思う。いろんな国がある。 TPP はいろんな国の自由を奪ってしまうので、もちろんどんな国でも反対します。アメリカのアノニマスもヨーロッパもオーストラリアもニュージーランドももちろん日本もいますから、全の国に、まあ、TPP を反対しますので、一緒に頑張りましょう。ノー TPP! ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆様こんにちは。私、森山区から参りました、一主婦でございまして、何党でも何派でも何でもございません。自分党であり、自分票なんですね。川村市長が庶民革命を起こして市民がしっかりしなければいけないよみたいなメッセージくれたんで、私はもう川村市長からしっかりと離れて自分の足で歩き始めました。だからここに来るのも自由だしね、行けるところはもう暇もできて敬老パスもいただきましたので、ピンピンコロリで一生懸命市民活動に頑張っております。で何人かの方とはね、知り合いになった方もおられます。で実は名古屋市議会にはですね、委員会の中でしか今やらせてくれませんが、3分間スピーチっていう場を設けてくれてます。そこでも私去年でしたけれども、9月議会か11月議会かで TPP について3分間スピーチでお話をしております。でラケット規定のことだとか ISD 条項のことはもちろんのことなんですけど、今ですね、私たち川村政治塾でもそうだし、いろいろなところでつながってますよね、ソーシャルメディアを使ってね。それで今、有識者がですね、代表者になって日本が TPP を止められるかもしれないっていうことで署名活動を行いました。そしてアメリカの議員に、議会にそれを送りました。15日締め切りで1回目ね、先日だったんだけども、それ以前に集まりまして、すでに1回目は出しております。そのような活動も行っておりますし、反 TPP の T シャツも私注文してお金も払ったんで、まあ今日に間に合わなかったんですけれども来る予定でおります。少しずつ広がっています。それで私もうすでにですね、モンサントが出してるその遺伝子組み換え食品でもう本当にがんが発生してて、いろんな犠牲者が出てるの各国で。それでもフランスなどは去年遺伝子組み換え輸入ね禁止しましたよね、9月21日で。そのようなことが起こっているにもかかわらず、
そして衆議院議員でも、自民党の佐藤ゆかりさんかなが、しっかりと反対されて、ね、その根拠となるものを説明されているにもかかわらずですね、そしてまた先の衆議院選挙では TPP には反対だって嘘はつかない公約は守るって自民党やったにもかかわらずですね、真っ向本当に反対してる。もう証拠もちゃんとあるんですよ。本当にこんな嘘っぱちなね、売国奴って言うんですかね、汚い言葉を使うとそんな言葉使いたくないんですけれども、本当にこの一般市民が知るところとなったんです、ネットのおかげで。で、その世界的な構図はどういうふうになってるかっていうと、本当に経済的な封じ込め政策なんですよ、アメリカによるね。でアメリカといっても本当に平和を守る側もおりますし、もうアメリカ政府が手をつけられない、そういうモンサントなどのね大きな企業が暴走している、そういう苦しい立場にあって、常にアメリカの方たちは遺伝子組み換え食品を食べさせられております。でその食品も危ないんですけれども、それに輪をかけて私たちを狙っているのは遊女の漢方ですね。それから、JA の共済です。で皆様の1500兆1450兆も言われる日本のそのような資産でございます。マイナンバー法案だってその手助けになるね、一つの方法なんです。持っていかれるみんなの財産を根こそぎ、そのような大きな構造で、日本は世界第二次世界大戦を選ぶしか方法がなかった。今まさにそれが最後の日本にかかってきている問題で、全く同じ構図をしております。日本は戦争に向かってね、そして有り余ってる在庫、その、武器の在庫セールに加担させられるのか、本当にそのようなことを全国民が知らなきゃいけないんですけれども、もうメディアも支配されておりますので、正しいこと言わなきゃいけないことは言わないんです。だから私たちは少しでも情報を拡散するために、ありとあらゆるメディアを使いましてね、もう命を懸けて、私失うものありません、子どもたちを守るために。なんとか日本が正しい方向を向かないだろうかと一生懸命でございます。子どもを、ね、持っていない安倍さん、本当に私の気持ちが分かってくれるのだろうか、昭恵夫人思います。そんなことでここに駆けつけてさせていただきました。勉強不足ですけれども、力いっぱい頑張りたいと思ってます。子どもたちのために、もう私たちはいつ死んでもいいんですよね。だけれども、この素晴らしい日本というね、祖国って言いますかね、そういうことを言うとすぐ右翼とか左翼とかって言われますけれども、私は真ん中です。でそういうことで、うん、もう政治家に頼んでもダメ、これは私がやらないかんわというところまで来ました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう死んでもいいわと言わずですね、ぜひ一緒に頑張っていきたいなと思っております。私たちこのアクション名古屋の方はですね、わりかし若い世代が中心になってやっておるんですけども、やはり、いや違うんです。やはりですね、年配の人たちの何て言いますか、動員力というか、いろいろ時間のあるところとか、いろいろ知恵のあるところとかは非常に勉強させてもらっていますので、やはりその若い者だけで集まるのもダサいですし、年寄りが集まるのも大変なので、やはり両方一緒にやっていかなきゃいけないかなといつも思っております。ですから今後ともぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。あと5分出てる。じゃあなんかさっきからピーちゃんが隣でいるので、ピーちゃん少しだけちょっと喋ってくれませんか。どこが口。こんにちは。はい、ピーちゃん。ピーちゃんだよ。はい、ピーちゃん。何か一言。みんな。はい。みんな TPC に入ろう。何言ってんだ。やだ。はい、皆さん、ピーちゃんが TPP ちゃんがみんなで TPP 入ろうと思って言ってますけど、皆さんどうですか。何言ってんだよ。ダメよ。TPP ダメ。世の中着陸って遅くよ。何を言ってるんだ。お前が一番最初に憎んさる。それですけど、実は TP ちゃんなんかお金のことを考えすぎて黄色になったとか、そういう意外と細かい設定があってですね。はい、そうなんです。この人は TPP そのものなので TPP 賛成とか言ってますけど、私たちはみんな反対ですから。分かってますか、そこのとこ。 P ちゃんね、 TPP 賛成。すごいな君も。
なに、君3人いるはずの人しかいないじゃん。時間の都合。なるほど、交渉時間がなくなって時間切れになるといいよね。じゃあもうね、TPP 立ち上がらない方がいいことじゃないですかね。というか、あの、一応ね、T ちゃんあるので、もし入ってもいいって人いたら。あ、本当、じゃあ入らない。ありがとうございます。頼まれたからイタリア入る。すみません、あの、いつも投げ出していただいて構いません。はい、本当ありがとうございます。あの、この TPP ですね、入ったら抜けられないところといいですね、入ったら苦しいところといいですね、本当の TPP を体験できるんじゃないかと言われてるんですね。これを入ると TPP に入った後の世界がね、もうラチェット条項とか味わえるんですよ。そうなんですよ。なので一人じゃね、抜くことすらできないんですね。大変なんです。ですからもう、ただね、こういう TPP でね、歩いてると多分通行人びっくりするので、目に留まると思うんで、ぜひよろしくお願いします。だから、雨どんどん。じゃあ、追事項よろしくお願いします。じゃあ皆さん2時からでも出発になりますので、そちらですね、錦通り向こう側の車線に渡って、あそこに軽く並んで向こう側の車線から西に向かいます。で、あのいつも通り歩いていただくんですけれども、デモの、コースの簡単な説明ですね、先ほども言いましたけど、錦通りをひたすら西に向かっていって、プリンセス大通りを南に向かって、で軽く 上下とか南北に向かって、で北からまた同じコースを戻ってきて、ここで流れ解散になります。で今日はですね、TPP ちゃんというハリボテもある関係で、雨も降ってついつい急ぎ足になりがちなんですけれども、気持ちゆっくりめで歩いていきます。で時間1時間十分確保してありますので、こちらで調節しますから、急がせてですね、 TPP ちゃん転んでみたり、あと体の不自由な方も若干いらっしゃると思うので、その辺配慮してゆっくりめ心がけて楽しくいきましょう。お願いします。じゃあ皆さん今日もお願いします。お願いします。じゃあ、出発をしたいと思うので、ここを先頭にお願いします。はい、そろそろ整列をして出発していきたいと思いますので、あのこちらの方どこに並べばいいかな。とりあえずここ先頭にする。じゃあここ先頭で大体4列ぐらいで、こちらね、よかったら傘を皆さん助け合って入り合ってください。お願いします。お願いします。で、そうだ、そのハリボテはどこにつくの。先頭、先頭だよ。はい、こちらの方お願いします。お願いします、お願いします。大丈夫かな。はい、こちらの方、前の方ですので、参加の方、こちらの方にお越しください。お願いします。IWJ 愛知1チャンネルをご覧の皆様、2013年5月19日14時02分です。名古屋市で行われます519 No TPP アクションアット名古屋配信をしております。13時半集合、14時出発となっており、まもなく出発となります。あの傘をお持ちでない人もいるので、ぜひ持ってない人いたら傘をお持ちの方は入れてあげてください。よろしくお願いします。隊列一緒になっていきますんでね、お隣同士傘に入り合ってですね、よろしくお願いします。名古屋での反 TPP でも2012年の11月25日、そして2013年の3月17日に次いで、また今日デモが行われます。おおよそ50人くらいの方が参加しております。じゃあ前に行きます。ちょっとお願いします。こちらゆっくりしてください。お願いします。歩きながら大体4列ぐらいの幅でよろしくお願いします。じゃあコールは何では、これでコール
TPP ロボなるピーちゃんがデモに加わっています。じゃあ前こちらですお願いします。ダンボールで前こちらでお願いします。雨に弱いと心配されていましたが左に寄り気味でよろしくお願いします。名古屋市東区にあります第二栄公園が出発地点です。栄から東へ徒歩5分くらいの場所、愛知芸術劇場と大塚家具の間の小さめの公園です。本日の対象すること、2つ、隙間気候士、加工士、または外から体力の幅を広げたり、もしくは遅く歩いたり、停滞、その他一般の交通の方に障害を及ぼすような方がいらないこと、3つ目、更新中においてはもうでき出発になります。よろしくお願いします。ではちょっと行動練習をしていきましょうか。まだ以上3つの、条件ですが、本日のデモ行進に付された許可条件ですので、これらを守っていただき、現場警察官の指示に従って安全なデモ行進を行うようお願いいたします。はい、愛知県東警察署長から以上です。ではよろしくお願いします。じゃあそろそろ出発ですので行動していきたいと思います。よろしくお願いします。 DPP 反対、
いらない。